三方を海に囲まれ豊かな自然に恵まれた千葉県。その千葉県には大小を含め200を超える川が流れています。水運の要として活躍した川、人の力によってその流れを変えてきた川など様々ですが、昔から人々の暮らしとは切り離して考えることができないほど重要な役割を果たしてきました。千葉県の代表的な川といえば、全長322km の利根川です。が、その利根川を除くと、千葉県の代表的な河川の水源の多くは清澄山系の分水嶺なのです。養老川や小櫃川などはその清澄山に源を発し、渓谷美や清涼な滝を形成しながら東京湾に注いでいます。千葉県内有数の観光地、養老渓谷。養老川の上流に位置し、春には新緑、夏には水面を渡る風に暑さを癒し、秋には赤や黄色に染まる紅葉と多彩な表情を楽しむことができます。今回の千葉見聞録は、千葉県内の数多い河川の中から養老川を取り上げ、その成り立ちや周辺の歴史、偉人、房総の温暖な気候が生み出す豊かな自然も合わせてご紹介いたします。養老川は千葉県の南部に位置する清澄山から北に向かって流れ、中流付近からは蛇行を繰り返しながら支流と合流し、京葉工業地帯を貫いて東京湾に注いでいます。養老川というのはですね、普通川というのは下流部でこう自由に蛇行している、極流しているようなところは多いんですけれども、養老川の場合は中流から上流にかけてもこう極流が続いているというのが特徴的です。で、特に養老川の場合は下刻しながら極流しているというのが特徴的で、それを専門用語では潜入極流というふうに言うんですけれども、そういう特徴的な地形が続いています。房総半島の南部の川は上流では山を削り、下流では広い平野が作られる傾向にあります。養老川も例外ではなく、上流では川幅に比べて河床が深く渓谷を作り、また下流では削られた砂などで河床が浅くなっています。また上流の川沿いの崖には縞模様になった地層を見ることができます。養老川の上流域にはこのような泥と砂が交互に積み重なっている砂泥湖層が特徴的に見られます。で、泥は比較的深い海に溜まったものです。そこへ浅いところから砂がやってきて、このような状態を作っています。約100万年前の地層なんですけれども、その当時、養老川は海の底だったということがわかります。また養老川沿いの市原市田淵には世界的にも大変貴重な地磁気逆転地層があるのです。ここに見られますのが、約77万年前の、地層なんですけれども、市原市、田淵の養老川沿いに見られる泥の地層です。この場所、白い線が見えるかと思いますけれども、これは火山灰層なんですね。それで、地磁気の逆転の境界のところに、その火山灰層が入って、非常に年代がよく調べられている、77万年前ということが正確に分かっている、ところです。
で、この中の磁性鉱物という小さい鉱物粒子を調べると、現在は方位磁石は N 極を北、S 極は南を示します。ところがこの地層の77万年前よりも下の時代の地層の中の鉱物を調べると反対に向くんですね。 N 極が南、S 極が北を示します。地球の磁場というのは何回も実は逆転を繰り返しています。そういうことがよくわかるのがこの養老川沿いに出ている泥の地層なんです。現在地球の磁場が逆転したことがわかる世界的に一番見やすい場所の候補の一つに挙がっています。このように養老川周辺ではとても身近に過去の地球の息吹を感じることができるのです。ところで養老川はこれまでどのような役割を果たしてきたのでしょうか。まず一つは水運ですね。特に上流の高滝周辺から五井まで船が出てたわけですね。それも一艘じゃなくて何艘かつないで下ってくるわけです。その中には焚き木ですとか炭ですとかそういうものを積んで下ってきまして、それを下ろしましてですね、で今度は登るんですが、これは大体日用品を買い込んで登ってですね、それを周辺に分配していくという形を取ったようです。これは大変な仕事だったようです。何しろ船を引っ張って上がらなきゃいけませんから、当時においては一苦労だっただろうと思います。そんな養老川で江戸時代以降頻繁に行われてきたのが川回しです。川回しとはこの地方独特の呼び方で、川の蛇行を縮めて流れを短くするのです。ではなぜこのようなことが行われてきたのでしょうか。これは主に江戸時代以降なんですけれども、新田開発を目的にして行われたものです。っていうのが、養老川の流域っていうのは川が蛇行して、しかも過酷していますので、川のそばの広い土地っていうのがほとんどないわけなんですよね。ですから非常に水田なんかも作りにくい土地だったと思うんですけれども、でそこでその川をこの極流しているところを短絡して短くして、で元の流路、その極流した部分を新しく水田として開発していこうということで行われたものだというふうに言われています。養老川は蛇行した箇所が多いのが特徴の一つにも挙げられているように、その蛇行箇所を人工的に短くし、もともと川であった場所を水田に変更したのです。養老川ではこのような川回しの跡を多く見ることができます。養老渓谷の景勝地としても知られる高文堂跡、実はここも川回しの跡なのです。およそ140年前に掘られた隧道だったのですが、昭和54年に天井部分が突然崩壊し、現在のような独特な景観が生み出されたのです。川は古来より水田や畑の灌漑に利用されてきましたが、川の水を利用するときに必要な技術の一つが堰です。養老川の水を直接利用するってことになると大変だったわけですね。これももう明治以降でないとこの川の水は利用できなかったということになります。それでこの川をせき止め、いかにせき止めるかということで、西広堰が明治に作られることになるわけですね。養老川の下流西広の堰は渡辺善右衛門により考案され、明治18年に完成した木造の堰です。大正になって改良され、開放時には横桟木と呼ばれる両岸の支え木を取り外すことで、一瞬にして堰が倒れる仕組みになりました。
そしてその木や板はワイヤーでつながっているため、容易に回収され再利用されるのです。これは他に類を見ない優れた仕組みで、平成6年には農林水産省主催の第3回日本の村景観コンテストの文化部門で農林水産大臣賞を受賞しました。現在はすぐ近くに近代的な堰が完成しているため、養老川西広板羽堰保存会によって先人たちの知恵が今に伝えられています。それでは少し川から離れて養老川周辺の歴史に触れてみることにしましょう。時は戦国、日本各地で軍友が割拠する中、上総の平蔵城の城主であった平将経が鬼門守護のために建立したのが西岸寺です。創建寺の阿弥陀堂は上部のすべてがまばゆいばかりの金箔で覆われ、さらに下部は鮮やかな朱色に塗られていたことから平蔵の光堂と呼ばれていたといいます。堂は寄せ棟造りの三間堂で、屋根はかやぶきになっています。扇のように並ぶ垂木やそれを支える御手先爪組は美しく、室町時代後期の建築美を堪能することができます。昭和2年の解体修理の際に墨書が発見され、明応4年1495年に鎌倉の名人大工次郎三郎によって建立されたことが明らかになりました。堂の中にある厨子も同じ様式の創建当時のもので、阿弥陀堂と合わせて国の重要文化財に指定されています。西岸寺のほど近く、もう一つの重要文化財があります。宝来寺の観音堂です。こちらもかやぶき寄せ棟造りの三間堂で、扇たるき、二手先爪組などに本格的な禅宗様式の特徴を見ることができます。建築年代は西岸寺と同様に室町時代後期と推定されています。500年以上前の建物に凛とした空気を感じることができます。時は移って江戸時代、上総の大滝藩や古里藩、下総の桜藩、阿波の立山藩など幕末の房総には17の藩がありました。そして明治元年には駿河や遠江から領地を移された藩が加わり23藩となったのです。ではなぜ明治元年に多くの藩が房総に移ってきたのでしょうか。江戸時代の房総にはですね、将軍のお膝元である江戸に近かったということから、小さな藩の領地、あるいは幕府の直轄領、いわゆる天領ですね、それとかあと旗本地領地、そういったものが複雑に入り組んだ状態になっていました。で、明治維新になって江戸幕府が倒れますと、その幕府の天領だとか、あるいは旗本地領地というのは政府の直轄地となります。ですから房総の地にはですね、多くの政府直轄地というのが広がっていたと。で、一方江戸城を明け渡した徳川将軍家ですね、これが明治維新後に静岡の方に70万石の大名として移ります。そうすると静岡というのは駿河遠江、あと伊豆の国なんですけども、影響を受けた駿河や遠江の藩の大名たちが結局どっか移動しなければいけないと。でそこで政府直轄地が多く広がっていた房総の地に移ってきたということになります。徳川将軍家の領地替えに伴って駿河や遠江から7つの藩が房総に国替えとなったのです。その中の一つ、遠江から移ってきた浜松藩が鶴舞藩となったのです。
鶴舞藩はもともとは静岡の浜松というところに本拠のあった藩だったんですけども、それが明治元年に、まあ、房総の方に移動が命じられまして、で最初は長南町というところに本拠を構えたんですけれども、その後に鶴舞という場所に本拠を移すということで、まあ、藩庁あるいは藩士の家々ですね、そういったものを建設して明治3年に、まあ、移りました。でその場所が鶴が翼を広げたような形に見えるということで、鶴舞と名付けられたと言われています。明治元年に房総に国替えとなった藩主の井上政直は陣屋や城下町を整え、明治3年には鶴舞藩庁も完成させました。しかし時代の流れとは残酷なもので、明治4年鶴舞藩は消滅してしまいます。明治2年に藩籍奉還というものが行われます。藩籍奉還というのは、藩が持っている、領地領民、これを天皇に、返還するということです。ですけれども藩というものはそのまま存続し、藩主は藩知事としてそのまま藩のトップとして残りました。でこれが明治4年に、より、中央集権国家を進めるためには、藩を解体しなければいけないということで、廃藩置県というものが行われます。これは、藩を県にして藩知事は、東京の方へ、移住を命じられ、で中央の方から県のトップが派遣されてくると、そういうことになりました。これが明治4年7月のことです。で鶴舞藩も鶴舞家になるんですけれども、房総には26軒、あったものですから整理統合を進めなければいけないということで、同年の11月に、千葉県域は新張、印旛、木更津の3県に、統合されることになります。当然鶴舞県も、その時に消滅をして木更津県の一部になりました。これが明治4年11月のことです。明治元年から4年までの短い期間に存在した鶴舞藩、その藩主井上政直も幕末そして明治維新の時代の大きなうねりに翻弄された一人だったのではないでしょうか。鶴舞藩庁は明治6年に鶴舞小学校の建物となり、その建物は建て替えられてしまいましたが、小学校の歩みは今に続いています。千葉県内有数の景勝地、養老渓谷。房総の温暖な気候で一足早く春が訪れ、夏には沢遊び、秋には紅葉と四季折々の姿を楽しむことができます。養老川沿いには遊歩道が整備され、清流のせせらぎや小鳥のさえずりを聞きながら歩くことができます。遊歩道を上流に向かって歩いていくと見えてくるのが粟又の滝です。100メートルもの岩肌を滑るように流れる粟又の滝は幻想的で、訪れる人々を魅了します。養老渓谷の秋は紅葉が特に見事で、赤や黄色のグラデーションに彩られた渓谷は一見の価値があります。全長75キロメートル養老川、かつては物資を運び人々の暮らしに密着していた養老川は、豊かな穀倉地帯を支える農業用水として、さらには日本の産業を支える京葉工業地帯の工業用水として利用されています。昔はよく対岸に渡す船がありまして、値段はどのくらいであったかちょっと分かりませんけれども、結構利用者がいまして、ここで船が出るまで待ってるわけですね。そうしますと暑い時期ですと氷水を売ってるわけです。で旗が立っておりまして小屋が立っていて、まあ、考えてみると今それを思い出しますと非常に楽しい時期でしたですね。
遥か昔からここで暮らす人々を温かく見守ってきた養老川。養老川は今も満々と水をたたえ、母なる川としてこれからも人々の暮らしを見守ってゆくことでしょう。